改めましてこんにちは秋の香りです今週は区内を代表する老舗をご紹介する「老舗巡り」をお届けします今回お話をお聞きしたのは老舗巡りでは初となる地域築地に店を構える老舗築地場外市場にある石井織箱店ですそれでは早速レポートをお聞きください 皆さんこんにちはリポーターのシングシホですえ私は今築地場外市場にやってきました今朝の時間にお邪魔しているんですけれども今日もたくさんのお客様で賑わっていますここ築地場外市場その中から、えー、市場橋交差点を波分け神社方向に入ってすぐの場所にあります石井織箱店にやってきました なかなかこう聞き慣れない言葉折り箱とはどういうものなのかそしてこちらのお店の歴史などについてお話を伺っていきますそれではここから築地石井折り箱店代表取締役の石井邦彦さんに伺います石井さんおはようございますよろしくお願いいたします,ししま,すまずはこちらのお店の歴史から伺っていきたいと思います、はいはい、創業は創業は1905年です1905年 場所はは築地でででなかったたんですよ、ねはい、あの日本橋の大でや明らかに始めましもともとお店はどういうものを扱うお店だったんでしょうもともとは私の祖父が道具屋さんの番頭でして、さきたま屋さんという、そこの,あの番頭から独立をして、おまあ、旦那様とおご主人と同じ商売して申し訳ないので、木の競技、木の皮ですね、うん、竹皮とか、そういうものを諦めた。 その木の皮っていうのはどういうものに使うんでしょうお料理のお要する水分を引いたりは,<ー>はい、お魚をお水気を引いたりそういうのを使って今でも使っていらっしゃるそうですか、はい、それで今このお店の名前にもあるように、はい、折り箱、はい、折り箱というのはあの聞き慣れない方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、どういうもののことを指すんでしょう、まあ、いわゆる今で言うとお弁当箱です、ね、お弁当箱はい、はい 今、目の前に実はご用意いただいているんですけれども、はい、この、なんて言うんてうう、でしょう木でできたお弁当箱ですよね。はいいう、いわゆる競技という木の皮を継いだものを箱にして安価で、えー、使いやすいものにした。 はい、これ蓋と、はい、あのお弁当入れる部分と分かれていますけれども、はい、このリーバコお,お弁当箱ですけれども、はい、私もこう記憶の中を思い返してみると、あのシュ集まり屋さんでこう見たなという,はい、はい、う思い出があるんですけれども、はいはい、まさにそれですよね、はい。そうです。おっしゃるとおり。この箱を使う利点というとはどこかあるんですか。はいはい、あの天然の木なのものですから、あの水分を。 程よく吸ってくれるもんですから中身に特にご飯とかの蒸れたりしないおいしくいただけるということでこうご飯がべちゃっとならず炊きたてのこうご飯の粒一つ一つ粒の感じがありますよねそ,すそ,、はい、それが良さ、はい、今あ今こちらにお持ちいただいているのがまあどのくらいのサイズって言ったらいいんでしょうかこれは一応僕らで7寸と言っても一人一人前の おお弁当一人前のどう言ったらいいんでしょう、はい、はがきの2倍ぐらいは1.5倍ぐらいはねあるかなというサイズなんですけれども、はいはい、他にもこの大きさっていうのはあるんですかはいございますじゃあそれは用途に合わせて、はい、ということですね、はい、あと高さも違うんですあ高さお弁当の場合は例えばちょっともっと浅いんです、はい、お寿司の握り寿司司のの場合はあの 軍艦巻きとかあります、ね。ちょっと深いんです。お寿司屋さんとかに行くと、さ最後にじゃあこれ折りに入れてとかっていうワードを聞きますよね。はい。それのことですか。そうです。あ、はあ。お土産のことです。ですからうちも折り箱屋がお土産屋になってもいいんです。ほん、はあ、と言うと。お土産ですから。<laughs> なるほど。折り箱ですから。要はそのお店で持ち帰るときのお土産にお、はい、り箱を使っているということは、はい。うちの店もお土産屋になっていいんです。 あーそれでいろいろなこう和文化のお土産物があると逆にプロのお客様があのお店の海外のお客様にプレゼントするお土産をうちで買ってられるとありますそういう意味でもこのお店で何でも揃うと、はい、あの今もこうちょっと朝の時間なのでたくさんのお客様がいらっしゃっていますが、はい、一般の方はもちろんなんですけれども、はい、プロの方々の姿も本当に多いなという印象でしたけれども。はい どういったものを買っていかれる方が多いんですか陽名の,のお客様はもちろん折り屋なんで、えー、市場に買い出しに来る折り箱の関連した消耗品ですね、うんえー、お箸ラップゴミ袋お洗剤そういったものを買っていただいてますびっくりしたんですけれども、はい、先ほどのお客様あの洗剤一つちょうだいという方もいらっしゃるんですね。 あの織箱店なので、はい、私はその織箱に関するものとか、はい、あと同じこう素材を使ったものを扱うあのお店なのかなと思ってたんですが、はい、そうではないとまあそれだけではないもちろん本業は織箱ですけれども、はい、あのやっぱり市場なもんですから日本橋とか銀座とかの飲食店様がやっぱり毎日買い出しに来られるもんですからそうするとじゃあ一緒にゴミ袋も欲しいとか、うん、厨房用お使うものをい お店でお使い物消耗品を買っていただいています、はあ、じゃあここに来れば、はい、まああの周りのものはいろいろと揃うよというもちろんそれ,それは築地という町の特徴ですねまさにそれを表すお店なんだなというふうにも思いましたま、はい、それから、はい、あ主なあ一般のお客様向け個人向けの商品も本当にいろいろありますね、はい、どういったものがあるでしょうか、はい、もともと放り箱屋なもんですから木の天然の素材の木の良さを お伝えしたいと思いまして、その関連の文化的な品物を置いております。一番最初にあのピーアールしたかったのは杉の良さを訴えだかと思うんですから。杉の良さ、はい。はい、杉の香りをお伝えしたくて杉のマスを作りました。マスですね。先ほどちょっと見させていただいたんですけど、<あ>ものすごいこうあの杉のいい香りがしますね。マスのおだけ置いてもなかなか分かっ 特に海外の方は分かっていただきたいものですから、はい、あのお酒の販売免許グをとりまして、<っ>日本酒と、えー、一緒に、えー、売り出しました。スギの良さを分かってもらいたいがために、日本酒も一緒に、はい、そうですか。そうすると何かこう変化とかありましたか。あのー、マス酒をあのお店の中でこう楽しんでいただくサービスを始めまして、その、えー、海外の方に非常に好評大好,好評いただきまして。 そんなあのー、行儀の良い飲み方じゃないんです実は<あ>マス酒っていうのそうなんですかただこう日本の原点と言いましょうか日本を感じていただくのに一番こうわ、うん、かりやすいのかなと思ってます、うん、それからあのー、私ホームページで見させていただいたんですけれどもまあこのお店のこだわりの一つとして 香りというキーワードが、はい、あ出ていましたけれどもさっき今のお話にもあったようにその杉に関しても香りですよねそういうこだわりはあ例えばどういうところに他あるんでしょうか木の香りというもそうです文化の香りを伝えしたい折り箱で、えー、お料理で例えば金箔を使っていただくので金箔の商品を揃えたりそういっうた感じですねなるほど、はい、文化の香り、はい、そういう意味ではこう1階のそのお店を見ていると ま、これも一つの文化の変わり方思います。お箸もたくさんありましたね。はいはい、お箸もあります。あとはうちは扇子。<ー>もう。うちは扇子は日本橋の新鮮の井波線さんという、はい、お店にお願いしまして、品物を、ね、あの供給していただいてます。 そうですかじゃあ,あの、こちらのオリジナルの商品もあればあの、ま、区内さまざまな老舗の文化の香りをここで出しているという,いうこともあるんですね、はい、あの築地場外市場この店舗なんですけれども、はい、お改装をされたということでどのタイミングでどういうふうに改装されたのか装しまして、はい あの業務用のお客様の品物はもちろん維持しながら新しいものを挑戦したくてショーケースとかを作ってそういったあのお土産品的なものを始めましたそれから昨年の2月ですかね、えー、全面改装しまして現在の形にしましたこう改装を迎えて、えーまあ、おそらく変化があったのは一般のお客様なのかなと思いますけれども何か感じたことはありますか,かなりこう一般のお客様が入りやすいお店になったものですから それまでなかなかこう問屋さんということで入りにくいイメージがあったのかもしれませんがあの入り口入ってくると本当にその和文化を感じられるいろんな商品があって、はい、でも一歩奥に入るとあここは。 そうか食に関するこう問屋さんなんだなっとっていうのが割り箸がずらーっと並んでいたりとか、はい、その下にはこう洗剤があったりとかね、はい、ああそういうこう息も感じられるなというふうに思います逆にこう築地ってこうそういうプロの方が普段使っているお店ということはやっぱ僕らは PR したくてですね,ですね一般の方にもそういうプロの方が使っているお店をこう一般の方も楽しめる醍醐味といいましょうかねそれをプロの業務の板前さんが買うものと同じものを買えるみたいな。 そういったものを考えてます。例えば、はい、私たちがゴミ袋くださいっていうのももちろん。ただ業務用なんですから。あ 量が非常に多くてですね。<laughs> そうですよね。はい、さっき洗剤はあの業務用のサイズでおおお。なかなか一般のご家庭の方では使い切れないかと思います。<laughs> 確,か確かに、確かに、なるほど、わかりました。まあ、あの築地場外市場で、えー、まあ、ご商売。もともとは、1905年、はい、日本橋の大橋から始まったということですけれども。はい、もうそういう意味では100年以上。そうですね。今年の歴史はありますよね。はい、あの石井さんにとって、この場外市場っていうのは、いろんな変化もあるかと思いますけれども、どういう存在。 ですか。もう私がもう生まれ育った町で一生懸命生きてきてもう人生のほとんどをここで過ごしていますので、うん、とっても大切かけがえのない町ですね。築地で育って今までこうご商売されてということですけれどもその幼少期築地はこうだったなとか何かこう思い出の場所とかありますか。子供の頃は本当に毎朝あの業務水の買い出しの方がいっぱい。 見えまして、うん、年末になると、一般の方の買い出しの方が多くて。はい、今でも、その、活気っていうのはあるかな。ものすごいです。<laughs> そうですよ、ねはい。ありがたい,と思います。さらに、その、海外のお客様が増えてきたっていうのは、はい、なんか、いつ頃だったとかっていう。十年前ぐらいですかね。何か、こう、きっかけはあったんでしょうか。きっかけと言いましょうか、あの、海外のお客様も、うちのお客様になるんだ。っていうことが分かったのが、<ー>実は、うちの卸しの商品を。 大事そうに買われてお見合いに買っていったことがありまして<ー>もう10年ほど前、たぶん中国の方だと思いますけどうちの商品をお見合いになるんだっていうすごい発見あ,ままあ普段はそうですよね、はい、それまで卸をメインでプロの方をメインでやっていたところ、はいはい、同じ商品を大事そうに買っていかれたんですね、はあ、じゃあその姿がまた今のこのお店につながっている、はい、ということですよね。はいはい、あの この場外で、まあ、ご商売をする上で何かこう気をつけていることとかこういうことを大切にしているよっていうのは商売の上で何かありますか、うんまあ、信信用用大事ですね信<用>、うん、ちゃんとしたものをちゃんとした価格でちゃんとしたサービスする当たり前のことをただやる、うん、それだけしかできませんのでんはい。 まあその信用をずっととと大事にしている、はいるうことですね、はい、あの番組をお聞きの方っていうのは本当に一般の方が多いかと思うんですけれども、まあ、そんな一般の方それからこの中央区にお住まいの方にこの築地場外市場をどういうふうに使っててほしいと思われてますかあの業務用の市場ってこれこうちょっと違うかなって思われる方がいらっしゃることかともしれませんけれども実は非常に買いやすくてですね、うん、あの各お店もちゃんとお客様にはちゃんと親切にあの対応を してますのでどうぞ気楽にあの立ち寄っていただいて覗いていいいいいいたたただだ覗きたいと思いますまあこの築地の良さでいうとこう対面販売かなと思うんですが、はい、この対面販売の良さっていうのは石井さんどんな風に考えられていますかあのただものを並べて売ってるセルフサービスで買ってってくださいっていう商売ではなくてこの品物をお客様が手に取った時にこれはこうですよ説明ができる、うん、もっといい使い方をご説明できる。 そういうコミュニティのある街だと思います。うん、先ほどもこう一階のお店にプロの方来られて、こういうのあるっていうとこう裏からいろんなものがこう出されてきて、<laughs> そういうことですよね。うん、昔あの料理長はこういうのくれてきた。今手をお花の形のような感じで、ねうん。そうですね。どっかで見たんだけどこれが欲しいんだ <laughs> って来られて、<ー>ずっと考えて、はい、あこれひょっとしてこれですかってカタログを持ってきてこれですかあこれこれっていう。 はあもう身振り手振りでこれあれあの世界なんですねそ,うですそれをまあ感じ取って考えてご提案する、はあ、ご紹介するそういう意味ではこうお客さんにとってはもうこれあれって言ったらこう出してくれるというその信頼はもちろんありますが、はい、石井さんそれの信頼に応えなきゃいけないといなもんですから頭の中に入っているわけですか、はいはいはい じゃあ,あのこういうのが欲しいとか、またこう手でやって表すと、はいはい、あこんなんがいいんじゃないっていうのも出てくる。もちろんです。はあ、すごいですね。そこはお仕事なんですか。<laughs> なるほど。まああのここからはですね、月次という町についてもあ伺っていきたいんですけれども、あの先ほどもあったように石井さんは築地生まれ、育ちということですけれども、はいはい、この築地という町、えー、どんなこう気質がある町だと思われますか。 もう一族、みんな親戚みたいなものですね。<laughs> で、新しいおか、あの、住民がどんどん増えてますけども。えー、そういう新しい住民の方も、こう、コミュニティ。コミュニケーションを取りたいって言うのがやっぱ、りありますんで。でそうなんですね。あの、これからの、この築地の街に期待すること、何かありますか。やっぱ築地って、こう、世界中に有名な、なっていて。市場がなくなっても。 全然関係なく世界中からこう毎日毎日来ていただけるそれだけこう有名というか信用していただけている町なものですからこれをもっともっとこう広げていきたいあとは新しい住民の方がどんどん増えていらっしゃいますのでそういう方ともどんどんこう親しくなっていきたいそう思ってます。まあ時代はもう平成が 終わろうとしておりまして、はい、次の時代令和がいよいよ始まります。まず石井さんにとってこの平成という時代はどういう時代だったか聞かせてください。激動の時代ですね。激動。もう市場の移転もありますし、もう大震災もありましたし、リーマンショックもありましたし。まあ30年の中にいろいろな出来事がこう詰まっていたということですよね。それから。 新しい時代、令和がいよいよすぐそこにやってきています。はい、では、最後にこれからの目標や新しい時代に向けての抱負をお聞かせください。今まで培ってきたあの歴史とか信用とかを元にして、えー、さらにこう発展させていただき、広くしていきたい。そう思ってます。創業？ 1905年築地石井織箱店の代表取締役石井邦子さんにお話を伺いました石井さんどうもありがとうございました,ました石井さんインタビューにご協力いただきありがとうございましたいかがでしたか区内には日本を代表する老舗が数多くあります区とともに歩んだその歴史と伝統を感じに皆さんも 老舗ののれをくぐってみてはいかがでしょうかきっと今まで気がつかなかった町の魅力にも出会えると思いますよ